今回は塗装の時には必ず使う紙やすり、ペーパーについてちょっと話したいと思います。まあ、いろんな種類が80番から3000までいろんな種類があるんですけど、使う用途によって使い分けています。まず粗い番手の方、80番から、これは空研ぎペーパー、水をつけずに、80番なんでだいたいパテを削ったりとか、あと FRP の形を整えたりとか、そんな時に使っています。サフェーサーを塗る前の番手ですね。これぐらいだと80番だとかなり粗いので傷もまあかなりついてしまうので、必ずサフェーサーを塗る前の使うペーパーになります。80番で、次180番、これ180番、これは水をつけて使う淡水ペーパーですね。耐水ペーパーで、これもだいたいサフェーサーを塗る前の下地作りとかパテとかに使っています。これで空研ぎの80番で粗削りして180番で滑らかにする、そんな感じです。でその次に耐水、水をつけて使う240番、サフェーサーを塗る前にこれでもうだいぶ平らにして最後の仕上げみたいな感じです。なのでこの次にサフェーサーを塗る感じの番手ですね。240番で、400番、これも耐水ペーパーです。サフェーサーを塗った後にその表面を整えたりとか、あとはまあヘルメットとか、新品のヘルメットとか塗るときに400番で足付けして次の塗装をするような感じの時に使う400番ですね。まあ、これぐらいやったらもう上塗りしても全然ペーパーの目とかも出ないんで大丈夫です。でここにはないんですけど800番もあると使いやすい、塗装しやすいと思います。だいたいでも800番は内側使わずに400番の上に塗っちゃってますね。そうですね。で次に1000番、水をつけて使うペーパーの1000番、これは例えば初めにじゃあヘルメットを真っ黒にしてクリア塗って、その後に足付けで旋盤で水研ぎして、その上にデザインを入れていくみたいな感じに使う時に旋盤を使ってます。必ずだから一回クリアが塗ってある状態でしか旋盤は使ってないですね。で旋盤ぐらいの目になると上にクリアを塗ればもうそのペーパーのまあ傷目は消えてしまうので、旋盤以上、そういう時は旋盤以上を使うのをおすすめしています。次に2000番、かなり細かいです。これはもう最後の仕上げになっていて、ヘルメット全部塗り終わってクリアも塗って乾燥もさせて、ちょっとゴミがついてるとことか、ちょっとクリアのこう艶が良くないなみたいな場所のところに水研ぎで2000番をつけて平らにする感じです。ほんと仕上げのコンパウンドで磨く前の仕上げのペーパーだと思ってます。で最後に3000番、これ3000番ですね。ちょっと形は違うんですけど、かなりもう細かい、3000番なんでもかなり細かいです。でもちろん削れる量も少ないので傷もつきにくくて、コンパウンドのほんと最終仕上げの時に使うペーパーです。2000番使って3000番使ってコンパウンドに磨く、そんな感じに使っています。で大体うちが使ってるメーカーはこれかな、コバックスっていうメーカーを使ってるんですけど、今までいろんなメーカーを、まあ、かなりいろんなメーカーがあるんですけど、いろんなのを使ってみて、このメーカーが一番なんか耐久性があって、いつまでもこの
削れる力も強いのでコバックスっていうメーカーを使っています。で、多分ちょっと他のメーカーよりか割高な感じもするんですけど、その分耐久性もあるので全然これがいいので使っています。必ず塗装するときにはペーパーっていうのは使うので、今回ちょっと簡単に説明してみました。参考にしてください。ありがとうございました。